写真拡大。中日2の5阪神、24日、名古屋ドーム。キャプテン代行が決めた。阪神の北条文也内野手、25が1の2の7回、一死満塁から走者一掃の左越え的二塁打を放ち、逆転勝利。骨折で離脱した糸原の後を受け、矢野監督からキャプテン代行に指名されたジャクトラが期待に応えた。チームは鬼門の名古屋ドームで今季初勝利。7月の月間勝ち越しを決め、再び貯金生活に入った。誰もがこの一打を待っていた。集中力を研ぎ澄まし、渾身の力でバットを振り抜いた北条。鋭い打球が左翼福田の頭上を越えると、静まり返っていた虎党から拍手が一斉に注がれた。走者一掃の逆転的二塁打。キャプテン代行が試合を決めた。前の打席でチャンスを潰してしまったので、ここしかないと思って、青柳さんも頑張っていたので、何としても打とうと思っていた。勝負どころは逃さない。1点を追う7回だ。一死から3者連続四球で満塁となり、打席が巡ってきた。谷本から変わったばかりの4番手岡田が2ボールから投じた3球目、真ん中付近に甘く入った直球を強振。前進守備の外野を越えた打球はフェンスまで転がった。気迫の一撃に続々と塁上の走者が生還。一掃日川も一気に三塁を蹴ると、自打者のサンズが、生還した上田が、そして熊谷がホームベース付近で必死に両手を振り下ろしながら呼び込んだ。必死の形相で滑り込み、間一髪のタイミングでセーフ。中日の与田監督がリクエストを要求したが、判定は覆らず。3点を奪い、試合をひっくり返した。人生初の大役を担う中、発揮した勝負強さ。ここまでチームを牽引してきた主将糸原が右手指有効骨を骨折し、23日の広島戦から矢野監督にキャプテン代行を任された。自分らしく全力でプレーしようと思って、試合に出るときは思い切ってやろうと思っています。キャプテン代行になってもこれまでと変わらない姿勢で役目を果たしていく。苦しんでいた打撃の状態も上向きだ。開幕から出場11試合目となる21日の広島戦で今季初安打となる1号ソロをマーク。一本出て気持ちはだいぶ楽になったと、完全に不振脱却したわけではないが、手応えは感じつつある。逆転勝利で7月の月間勝ち越しを決め、再び貯金は1。前回屈辱の3連敗を喫した敵地で今季初勝利を収めた。この前の名古屋ドームでは3連敗しているので、その借りを返そうと思ってみんな必死でやっていると、チームの思いを代弁。残りの借りも返し、チームの勢いを再加速させる。